まあ恥ずかしながら札幌戦終わった後はすごく悔しくて家の中沈黙だったんですけど、本当に久しぶりに悔しくて泣いたなっていうのを思って、もう今思い出しただけで泣きそうですけど、あんなに悔しいことってないと思うので、まあ、来シーズンに向けて誰よりも覚悟を持ってリハビリしてトレーニングして、常日頃札幌戦の悔しさを忘れずに、来シーズンこそはもっと自分が引っ張って戦っていかないといけないっていう自覚があるので、なんだろうな、こうまあプロキャリアを進めていく上で、まあ怪我に苦しんでるサッカー人生だなっていうのを感じることがやっぱ多くて、で本当それとなんか向き合いながら毎日生活してるというか、なんだろうな、こうだからこうもちろんその試合出れない悔しさとか、まあいろいろあるんですけど、やっぱそこの怪我と向き合うことがやっぱ一番なんか長く、時間を過ごしてるのかな、怪我との時間を過ごしてるのかなと思います。まあなんすか、別に後悔とかはね、こう手術した後悔とかしないですけど、まあただこうあんまうまくいかないことの方が、ね、多々あるので、そうですね、そこがやっぱ一番、まあ、苦しんでるところかなと思いますし、まあ、それによってこう、まあ、プレーの幅とか、まあ、狭くなってきてるのがやっぱこう自分自身苦しい、まあ、今年、まあ、その前から帰るのすごくね遅いし、パッても駐車見たらね車ないみたいなこと多いですけど、まあでもその分ねこうそういう、ね、足首なんで、ケアは大事ですし、まあ本当トレーナーとどうやったら良くなるかっていうのは常に考えながらやってます。確かにこうでもドリブルもやっぱ得意にはなりましたけど、別に最初はそんな、ね、得意でも、まあ、不得意でもなかったですけど、ただちょっと持ち味こう武器ができたなと思った中でのこれだったので、まあまあこうやっぱね前ほどキレもなくなりましたし、トップスピードも全然上がんなくなったので、まあショックっちゃショックでしたけど、まあ、もちろんこうサッカー選手やってるから別に痛いをね言い訳にするしようとも思ってないし、その中でこうどう工夫してやっていくか、まあ逆にそれをねポジティブに捉えれば、まあ、いろんなまた逆に新しい選択肢だったりとか、あると思うので、もともとねこうプロ入った時とかも、ボランチでやってましたし、で数年まあ本当にプロサッカー選手の半分、まあ、3分の1ぐらいはずっとボランチやってたので、逆にこういう怪我だからこそこういう選択肢もあるんだなとか、まあいろいろあるので、まあなんかそこは本当に工夫しながらというか、うまくなんか自分なりのプレー、それでも自分なりのプレーをできればなと思います。まあなんかでもゲーム作るところとか、ボール受けてテンポ上げるとか、まあ、あとはゴール前でもうちょいねこうチャンス作れればいいですけど、ただなんだろうな、みんな派手なとこ見がちですけど、別そこだけじゃないと思ってますし、まあ地味にプレーするのもやっぱ大事なところもあるので、まあ、サッカーやってる人からしたらちょっとしたみんなには分かんない地味のプレーも、選手からしたらすごく面白いプレーだと思うし、でもちろんディフェンダーとかもねこう地味に見える部分もあるかもしれないですけど、僕たちからしたら本当スーパーだし、
まあなかなかねこうサッカーやってない人からしたら分かんないところが多いと思うんで何とも言えないですけど、まあでもなんかこう分かってる人には分かってもらえてる、まあ認められることは大事だと思いますけど、まあそういうね地味なプレーとか、まあちょっとした、まあ、ゴールアシストもできればなとは思います。パスはあの本当ちっちゃい頃から好きで、みんながこうドリブルしてる時よりもなんかパスの方が好きだったイメージがあって、なんか小さい頃からパスはだからよくしてました。自分のパスで誰かが点取って喜んでくれる。なんかいやわかんないです、こういいボール出た時になんか眺めるのが好きなんですよ、多分ちっちゃい頃から。なんか俺そのああいう光景結構なんか小さい頃から覚えてて、パス出して、まあ、本当はまあパス出して始めていけないと思うんですけど、なんかパス出してこう決めてくれるそのシュートシーンこうバッて光景がなんか好きだなと思います。パスってだって1本通して、ね、キーパーからフォワードに1本通してゴールするのが一番近いじゃないですか、キーパーボールにする。パスは、うん、すごくいいものだと思います。まあそうですね、なんかアシスト好きなんで、なんかこうなんて言ったらいいんだろうな、誰かが決めて喜んでる姿、もちろん自分が決めて喜ぶのも好きですけど、なんか誰かが、ね、決めて喜んでる姿見てるとこっちまで嬉しくなるんで、またチームのためにアシストとか増やせればなと思います。なんか自分でもこうやっぱ現実見ること多くなってきましたし、若い頃はねもっとイケイケ運動でやれてたと思うんですけど、サッカーできてることがやっぱり楽しいし幸せを感じてるって感じですかね。まあでもやっぱサッカー始めた頃じゃないですか、こうで、まあ、僕フットサル最初に始めましたけど、なんかそのフットサルの時に教えてもらってたコーチとかがものすごくねこう、まあ、笑いながら楽しくボールを蹴ってる姿を見て、なんかこっちも楽しくやってたので、うん、まあ、なんかそういうことは本当に忘れちゃいけないなと思いますし、まあ、こうやって怪我もあるからこそ今はそこ、まあ、もちろん楽しいだけじゃねダメだと思いますけど、ただ一番のポイントはそこなのかな。サイドでも仕掛けられて中でもボールもらえて、まあ全部やれってことだと思いますけど、まあその全部やるのは、ね、僕の特徴だと思いますし、昔だったらボランチがトップ下かゲームを必ず作らないといけないっていう雰囲気だと思うんですけど、今はもう違ってサイドバックがゲーム作っていいし、自分がやってるポジションでゲームを作るっていうのはいつも考えてるので、うん、はい。なんかここまで来たら、ね、こうああだこうだ言うよりももう結果しかないと思ってますし、まあ、それはねこうチーム全体として素晴らしい結果で終われるためにこう何かもう一段階山を越えないといけないと思いますし、と山の頂上はもう近づいてると思うので、あとは全員で一丸となって登り切るだけなのかなとは思います。